それでは、長渕剛のプンプンプンジープツアーのライブの、ギターを解説していきます。まずイントロが、キーは F へ、取るように聞こえます。まず F で、 F のハイコード、まあ、パワーコードっていうやつでいいんですけど、F のパワーコードは、5弦の8、4弦3弦の10、この3つ で鳴らして、4弦の68、これで5弦の8、こんな感じ、こんな感じですね。これで何回かやって、メジャーやね、メジャーの D シャープ、あるいは E フラットやね、 D シャープで、A のシャープ。これがまあパワーコードで、でやる感じで。これから。ちょっと聞き取りにくいんであれなんですけど、ギタリストは確か3人入ってるんで聞き取りにくいんですけど、リードギタリストがこういう感じのフレーズを弾いてます。まず1番が F の、F のまあロックンロールのフレーズという感じで、1弦2弦の13フレット、これダブルストップよね、ダブルストップで両方鳴らします。2回鳴らして、で3弦の15をチョーキング、これでまたさっきの2回さっきの1弦2弦の13を鳴らす、でもう1回13を鳴らして、2回鳴らして、3弦の15、13、4弦の15、でこれを2回繰り返して、今度はここ、それを、6フレットのとこでやります。でまた13で、次は8フレット、ここまでね、で6でで13、これを2回やんねんね。さっきのとこはもう、コードに行ってますね。これもう大体でやってるんで、コード的にはこの次が、C7 で、C のパワーコードの、6弦と5弦だけで、
6の8と5の10押さえて小指で5の12をもうこんな感じで、次が6フレットに行って、で今度は5弦の8で、で、6弦の8に戻る。で F、コード的には F で、最初が、このタランタタ F のとこで、 F は5の8と4の10、これで4の12、13、12、13っていう感じで、こういう感じでずっとコードを追ってって、で最後こういう感じやったね。1回目がさっきの、で行って、その次にこんなフレーズが入ってます。2弦の16をチョーキング、1弦の13、2弦の16、13で1弦の16チョーキング、こうやって下ろす。もう一回1弦13、2弦16、2弦13で2弦16を2回チョーキング、で2回目が、ちょっと聞こえにくいんで分かりにくいんです。多分、こんな感じやったっけ、分かりにくいな。で次に2弦の15チョーキングして下ろして13で3弦の15で3弦の12チョーキングして下ろして10で4弦の12、15、2回こんなんかな。ちょっと分かりにくいですね。1弦の15、13、これで2弦の13で3弦の15をチョーキングして
下ろして13で、こっちは一緒でこれやな、これです。3弦の13でこの15フレットの音を出す1音長期の。で3弦の13を下ろして4弦の15、3弦の13、2回。ごめん、3弦の、13で2弦の15や。次4弦の15、3弦の13、3弦の15、13で3弦の13、15をチョーキング、1弦2弦の13、あ、2弦の13、1弦の13、これで2弦の13で2弦の16をチョーキングで、1弦の13、2弦の16、2弦の13、1弦の16を2回チョーキング、2回じゃない、1回チョーキングして、下ろしてもう1回。で、次が2弦の13。から15へハンマリング、1弦の13で1弦の13を4回、これで2弦の15を、あ、1弦の15を弾いてで13へプリングして2回よね。今度は14、16や、16、1315でやって16でやってもう一回15でやります。でまた13を4回、でまた13、15を変えてプリングして2回で16で、でまた15で、で最後の15やった時にで16いって15は1回で15から13へプリングして2弦の15、1318やね、18で2弦の20をチョーキング、
これで下ろして20、19、18。で2弦の21、2弦の18、3弦の20、3弦の17。次が4弦の20、4弦の、18、でこの次が4弦の19、3弦の17、2回これで、3弦の19、4弦の19、4弦の15。これで最後が、1弦2弦の15を人差し指で押さえて、多分どうやちょっと聞き取りにくいんやけど、こんな感じなんですよ。ってやって、3弦の17をチョーキングして、でその次に、この G7 や、G7 っていうより G やね、 G のメジャーコードの、3弦から下、3弦16、2弦1弦の15をこれ押さえて、これを手の振り見とるとそんな感じに見えたんだけど、こんな感じでやってます。この4弦入れてもいい。要はこの G のハイコードの4弦から下でっていう感じ。これで次に、3弦の15、2弦の17、1弦の18押さえて、これをちょっとこうビブラート気味に、これでソロが終わり。次2番に入って1回目のとこが、でこういうのが、タラララプンプンプンっていうのが入っとって、これはまあ1回目にやったのと一緒で、2弦の16チョーキング、1の13、2の16、2の13で1の16をチョーキングして下ろす、ここで伸ばす。あれの僕の味方は夜を重ねた、今すぐ車を飛ばして空まで聞き取りにくいんやけど、こんな感じでやっとるんかな。大体の雰囲気でいいんやけど、これも F、 F マイナーのペンタトニックっていう感じで、3弦の、3弦2弦の3フレットをダブルでダブルベンドしながらチョーキングで、で下ろ
して3、2の1で、もう一回3、これで、4の3、4弦の3で、1弦、2弦の1、まあ、こんな感じですね。何かが違う、きっとどこかが狂わせる、さっきのとこがこんな感じのやつが入ってます。まず1弦、2弦3弦の15をチョーキングして、これで下ろして、3弦の13で、もう3弦の15をチョーキングして、2弦の16を何回か、3回かな、それで3弦の16をチョークダウンして13、こんな感じ。3弦の15をチョーキング、下ろして13、こんな感じだったね。でもう一回鳴らしてからチョーキングから、もう一回今度は鳴らして上げて下ろして13で、3弦15、4弦の13。ここはものすごく聞き取りにくいんやけど、最初のギターソロの中で出てきたフレーズを多分一緒のことをやってる、これを弾いとるんやと思います。これは、1弦の20をチョーキング、これで下ろして20、19、18、2弦の21、18、3弦の20、17、最後は4弦の20、18で、最後に、4弦の19へスライドして3弦の17。これで最後やね、エンディング。聞き取りにくいんですけど、こんな感じなのかな。ちょっとこれ分かりにくいんで、まず2弦の16チョーキング、1弦の13、16、13、あ、1弦の13、2弦の16、2弦の13。1弦の16をチョーキングで、
一定1弦の16チョーキングして下ろしていく。これで、こんなやったっけ。2回、ここまでいったら次もう一回1の13、2の16、13で3の15をチョーキング、2の13、1の13おいで、これが入るかどうか、入れてもいいし手癖で入れてもいいし入れやんでもいいんやけど、入れるんなら2の10、16、13で3の10をチョーキングして下ろして3の13、4の15でもう一回多分3の13チョーキングして、あ、3の15をチョーキングして、2弦の13、1弦の13、2弦の18、2弦の13これで、3弦の15をチョーキングして下ろして、3弦の13、4弦の15こんな感じだと思うけど、何でも、この辺でこう同じようなフレーズ、繰り返せばいいと思います。以上です。